ペイバック2は、Apex デザインにエンターテイメントが開発、公開しているスマートフォンゲームであり、前作、ペイバックのリメイクである。2012年11月20日に、アンドロイドと iOS 向けにリリースされ、2013年には無料でプレイできるようになった。言語は英語のみとなっている。ペイバック2には、ボスの指示通りミッションをこなし、 指定額のお金を手にするのが目的のストーリーモード NPC キャラクターを相手に様々なミニゲームにチャレンジできるキャンペーンモード自分の好きな設定で各ステージを遊べるシングルプレイヤーモード世界中のプレイヤーやフレンドと遊べるマルチプレイヤーモード1時間ごと1日ごと1週間ごとのチャレンジが開催されプレイヤー同士で競い合うオンラインのチャレンジモードがある 機能面では、プレイ中には自分のスマホの中に入っている音楽をプレイリスト単位で聴きながらプレイする機能がついている。基本無料でプレイ可能だが、広告が入ってくる。課金は広告の削除、ゲーム内のコインの購入に行うことができる。なお、世界中のプレイヤーとチャットを行うことが可能だが、基本は英語となっている。サーバーについて、サーバーはヨーロッパ。 US、アジア、ジャパンの4つあり、プレイヤーのいる場所に近いほど、タイムラグが少なくなる。空いているマッチングに素早く参加できる、クイック、誰でも参加可能なマッチングを探す、パブリック、ショートコードというパスワードを知っている人しか、招待や参加することができない、プライベートがある。試合内容の設定について、ホストとなる人は、舞台、対戦モード、 スタート時の乗り物や武器、プレイヤー以外の AI の強さやスコアの条件などの設定を行えるが、その試合が終了した後はコンピュータが選んだものを2択で選ぶしかない。舞台にある乗り物について、舞台となる場所には、必ず決まった場所に、戦車やヘリコプター、レーシングカーや RC トラックなどが置いてあるが、誰かが使った場合や破壊された場合は、試合が終わるまで復活しない。 しかし、ボートだけは試合を一度抜けて再入室すると復活する。なお、キャプチャーザフラッグの場合は、スタート時の乗り物をヘリコプターにしない限りは、ヘリコプターは出現しない。おそらく試合がすぐに終わってしまうからだと考えられる。Android 版でプレイする際には、Google アカウントが必要となる。最新版においても、バグと見られる不具合がいくつか見られている。 アンドロイド版で判明している内容 1RC トラックでのラジコン操作が不能になるラジコンの自爆も不可能になるためプレイヤーごと自爆するかリスポーンするしかない。2マルチプレイでのキル数の不具合、試合後の結果確認画面でのキル数などの集計が正確でない。3突如透明な空間が現れ、そこに入ると落ちて死ぬ。 4壁の中や建物の内部など入ることができないはずの場所からの攻撃、手段については不明。該当するプレイヤーの行動を常に監視することで、手段を暴いて阻止する必要がある。5フェンスを貫通してフラッグを取る行為、フリーダムシティのカプッチャーザスワックで発生。手段は不明である。iOS 版で判明している内容、カプッチャーザスワックにおいて敵が 自陣にスポーンすることがある。マルチプレイにおいて試合後の結果確認画面でのキル数などの集計が正確でない。2009年にリリースされた初代ペイバックはシングルプレイヤーのゲームプレイに重点を置いたゲームであった。続編ペイバック2を制作するにあたり開発チームは初代に使用されていた自作ゲームエンジンを削除しグラフィックや マルチプレイゲームに重点を置くなどの変更を行った。ありがとうございます。